おはようございます。渡辺瑞香です。動画をご覧いただきましてありがとうございます。本日は2021年7月24日です。はい、朝といってももうすぐ9時なんですけども、実はこれ何度か撮り直してまして、ちょっと実はですね、この記事、MSN Money Dubs Cardano A Strong YTD Performer というタイトルで、大変ね、タイトルの方が素晴らしいんですよ。で、昨日実はこの記事を発見しまして、下に24 Hours Ago と書いてあるので、24時間前に配信された記事ですよということで、昨日発見しまして、翻訳も済ませていたんですけども、少し寝かせておきました。そしてまたさっきですね、撮り直した後には、やっぱりここはどうしても変えたいというところが出てきまして、ちょっとこんな時間に、もうセミも鳴き始めましてですね、こんな時間になってしまいましたという感じなんですけども、ただこの記事の内容はね、大変体のファンにとってはね、素晴らしいものになっていると思います。で、記事の内容はこう続いてるんですけども、それほど長くない記事です。で、今日はね、もう暑いのもありますし、サクッと終わっていきたいと思いますので、ぜひお付き合いいただければと思います。MSN マネーがどのようにカルダノを評価しているか、ここでね、ストロングって書いてあるんでね、もう大体想像がつくのではないかと思います。それでは早速、日本語で中身の方に入っていきましょう。MSN マネー、カルダノは年初来強力なパフォーマーであると報じるということで、MS マネーがこんな風に報じてくださいましたよということを、このビットコインイーストというね、ブログで、掲載してくださっています。はい。では、7月23日付の記事ということですね。中身に入っていきましょう。MSN マネーは本日主だった認識を示すものとして、投資家は ADA を保有すべきとするカルダノ関連の記事を掲載した。この発言はカルダノの年初来のパフォーマンスと最近の格好局面での価格の回復力を根拠としている。現在カタリストでは最新のファンド5にて投票が実施されるなど、開発は急速に進んでおり、カルダノベースのエコシステムが本格化する日もそう遠くはないだろう。はい、このように報じてくださっていますね。これはまあ、最近っていうか、今に始まったことではないんですけども、カルダノは開発が遅いっていうね、批判をね、今もなお、スマートコントラクトがない、今現時点でね、ないということだけで主にそのような批判を受けているわけです。ただこの記事ではね、カルダノベースのエコシステムが本格化する日もそう遠くはないというふうに言ってくださっています。プロジェクトカタリストとは、アイデアをプロジェクトとして実現するため、資金調達を含めた開発支援を実施する内部の仕組みのことである。アイデアにはコミュニティが票を投じるようになっている。現在行われている第5回資金調達では、210万ドルの資金をめぐって数百件の提案が出されている。年初来カルダノはビットコインとイーサリアムをしのぐ武器である。このようなね、強気なサブタイトルも入っています。MSN マネーは、今年カルダノの長期保有者はこれまでのところ素晴らしいリターンを得ていると指摘した。これはね、MS マネーがこう言ってますよということですね。ここ数ヶ月の間に 5月のピークから後退し、総時価総額が半減したとしてもだ。これを考慮に入れてもなお、ADA は年初の価格と比較して 600% 以上上昇している。ということで、まあ、5月のピーク時に比べたらね、確かに時価総額半減した。と言っても、まあ、そこから見てもやっぱりなおカルダノは強いということを言ってくださってるんですね。この上昇率っていうことについてですね、そう言っています。で、この鍵括弧で括られたところが、すいません、ちょっとね、下が回ってないですね。はい、鍵括弧で括られたところが MSN マネーがこう言ってますよということです。カルダノADAの長期保有者は、2021年前半に大きなリターンを得ている。ここ数週間の間にほとんどのデジタル資産に急激な売りが出たが、ADA 対US ドルの上昇率は年初から 610% 以上を記録している。別の言い方をすれば、いわゆるこの暗号通貨に投資した1000ドルは今では7100ドルの価値をつけているということになる。はい。で、MSN マネーはこれと比較して、ビットコインの上昇率は 12%、 イーサリアムの上昇率は 168% であることを指摘している。さらに包括的にイメージできるよう付け加えると、アップルの上昇率は 11%、 ペイパルは 31% となっているということで、まあ、どのね、ここに挙げられたどの銘柄と比べても、やっぱりカルダノADAは600、もしくはね、ここに US 対 US ドルでは 610% という数字を弾き出しているのでね、大変強いんじゃないかというふうに言ってくださっています。はい、この記事を執筆したトレーダー、テスカン・ゲッギル氏は、ADAのようなオルタナティブ投資
あるいは、代替投資とも言いますね。これはバランスの取れたポートフォリオの一部を形成できると述べている。で、参考までに申し上げますと、もうね、想像つく方、ご存知の方多いとは思いますが、オルタナティブ投資、代替投資とは何かということですね。債券や株式など伝統的投資とは、収益の相関性が異なるプライベートエクイティ、商品、不動産、道路や鉄道などのインフラへの投資、およびこれに投資するファンド、特にヘッジファンドへの投資を指すということですね。はい。わかりやすく言うと、A という銘柄と B という銘柄があったとします。で、A、B ともに A が上がると B も上がる、A が下がると B も下がるというふうに比例してね、上下するというような銘柄を組み合わせたとしても、あまりね、リスクヘッジにはなりませんね。でも、相関性がほぼない A という銘柄と C という銘柄を組み合わせて、投資した場合は、A が下がっても、C の方は上昇するか、もしくはそのままというかね、価格を維持しているとかね、そのようなことが考えられるので、その方がリスクヘッジになっているという意味では、あまり相関性のない代替投資ですね、こちらの方を組み合わせておくっていうのを理にかなっているんじゃないかという指摘ですね。で、では、こちら MSN がまた、MSN マネーで報じられた内容がこちらに書かれています。2021年では確かに暗号通貨のようなオルタナティブ投資が伝統的な株式ポートフォリオのリターンを高めることが示されている。デジタル投資や特にブロックチェーン技術が活用されるようになると、ADA のようなトークンの成長が続くことが予想されるというふうにね、MSN マネーでは報じてくださっていますね。特にブロックチェーン技術が活用されるようになるとというところでね、まだ記憶に新しいのは日本でね、徳島県吉野川市で、カルダノのブロックチェーンを使ったプロジェクトが展開されていくわけなんですけれども、そのようなことからしてもね、これからブロックチェーン技術がね、使われるにあたって、ADA のようなトークンの成長がね、続くんじゃないかというふうに予想しているわけです。火曜日の ADA の終値は1.04ドルで、3月中旬以来の水準となった。しかし、昨日は強気の姿勢に転じ、価格は18%も変動したが、そのうち一部に売りが出て1.17ドルで終了した。本日はこれほどの変動は見られず、エーダは記事執筆時点で約0.8%上昇し、1.18ドルをわずかに下回る価格となっている。ホスキンソン氏がアロンドの最新情報を配信。カルダノの投資家にとって最大の関心事は、スマートコントラクトプロトコル、アロンゾがいつリリースされるかである。開発会社のインプットアウトグローバルは、火曜日に最新情報を発表し、ホワイトフェーズのハードフォークが成功したと述べた。IOG は各フェーズを色別に分類している。ホワイトが終了すれば残るはパープルフェーズである。はい。厳密に言いますと、この後、レッド、ブラックと続いていますけれども、本当にね、小さな、サブフェーズと言われていたと思うんですけども、その2つの小さなフェーズが続いて、それから完成ということですね。で、IOG の CEO、チャールズ・ホスキンソン氏は、カルダノコミュニティに向けて YouTube とペリスコープを使って万事が順調に進んでいると伝え、安心させた。で、チャールズさんがおっしゃるには、見たところ万事がとてもうまくいっています。アプリケーションのバックエンドもウォレットのバックエンドも予定通りです。皆さんの多くがご存知の通り、アロンゾノードが動いており、ブルーの時代を乗り越えました。楽しかったです。チャールさんは開発のことをね、話されるときはとても楽しそうですね。で、特に万事順調に進んでいるとあってはね、もう本当に嬉しかったんだと思います。楽しかったですと感想をおっしゃっています。で、万事順調に進んでいるようであることを踏まえ、価格予想についてはアロンゾの展開後に思考を転じていこうということで、これはね、もう価格の予想はいろいろあるだろうけど、アロンゾの展開後は楽しみであると、もしくは予想するとしたら、アロンゾの展開後ね、どうなっているのかということをね、考えていったら、それで予想していったらいいんじゃないかというね、そのようなことを言っているんだと思います。ということで、今日はちょっとね、短めですけれども、この辺で終了させていただきます。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。